どうも、片野慎一郎です。長見る大です。今回は2012年公開、エヴァンゲリオン新劇場版9の話をしたいんですが、準備はいいですか？ほう。ならば結構、撃てはぁ、ってことで、新劇場版、ジョ・ハワアニメ版、新世紀エヴァンゲリオンの再構築、ほぼリメイクって形で進んできたわけですが、今回の9からは完全なオリジナルストーリーで話は進んでいきます。前作の衝撃のラストから14年後の未来でストーリーは進み、エヴァシリーズらしい謎が謎を呼ぶお話なんですが、もう冒頭からすごい、エヴァンゲリオン宇宙進出ですよ。宇宙で得体の知れない何かと大立ち回りですよ。14年も経つとエヴァも宇宙に飛ぶようになってんすね。はあはあはあ、そして何より人類の新たな希望、空中戦艦トリプルブンダー、でかい、飛んでる、かっこいい。そしてネーミングの良さ、自立強襲箱舟ブンダー、なんだか意味はわからないがすごい自信を感じませんか？小学生並みの感想やろお前。そして何よりカオルくんの登場、相変わらずのイケメンっぷり、シンジくんとピアノ弾くシーンの爽やかさ、そりゃシンジくんも手が触れてピクッと反応しちゃいますよ。ああと、まあそんな感じで冒頭から飛ばしに飛ばしてくるエヴァ Q なんですが、俺さ、あれ思ったのと違うってなっちゃったんすよね。へえ、そうなんや。いや、かっこいいんすよ、けどね、どっかで、あれ？宇宙行っちゃうんだって。ほう。僕は、地に足がちゃんとついてる雰囲気のエヴァが好きなんすよ。ジャンプした後、地面が割れちゃうような重力感じちゃうエヴァがですね。宇宙行っちゃったらそれもう宇宙世紀じゃないっすか。ガンダムじゃないっすか。ガンダムももちろん好きっすけど、この感じ分かってもらえますか、大ちゃん。アニメ版の時は宇宙行かないって俺は今知ったんやけど、往年のファン的には成層圏って超えちゃいけない壁やったんか。それと、僕は前作のラストでのカオルくん登場に胸が熱くしたわけですよ。まさかあそこでカオルくんがエヴァに乗って登場するなんて爆発ですよね。どうなっちまったんだエヴァ、シンジくんってなったんすよ。しかもまた歯の時の次回予告ですよ。僕としては Q は歯の数時間後、または数日後くらいの話だと思ってたんですよ。事実そういう次回予告でしたし、全然違うじゃないですか。次回予告の映像 Q で何も出てこないじゃないですか。僕はカオルくんとシンジくんの華々しい共闘を期待して映画館行ったのに、正直完全に悪い意味での肩透かしって感じでした。ほう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 、厳しいっすね。それにアスカさんもアスカさんですよ。お、しんちゃんの初恋の人やん。なんで眼帯つけてんすか。なんでビーストモード発動すると眼帯が光るんすか。なんで分厚い防弾ガラス的なものを叩いた時ひび入るんすか。どんだけ怪力なんすか。僕が好きだったアスカさんじゃないっすもん。ほう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 、シンジ君もシンジ君でそろそろ冷静に人の言うことを聞いた方がいいっすよね。みんなが抜いちゃダメって言ってるんだから、冷静に考えて抜いちゃダメでしょ？ダチョウクラブじゃないんだから。あー、抜くな抜くなは抜いていいみたいな話か。あー。カオルくんもカオルくんで、一人で納得しちゃってて、もっと丁寧に視聴者に説明してよ。ブラックバイトのうせえ先輩社員じゃないんだからさ。おー、たとえパンパン出てくるやん、今回。頼みます、監督。もういい加減にしてください。いつまで気を持たせるんですか？僕は、いや、昔子供だったみんなずっと待ってるんです。すべてがわかる日を。エヴァの謎がすべて解ける日を。これじゃまるで気を持たせるだけ持たせてやらしてくんねえ女じゃないですか。何そのめっちゃ下品な例え。でもそう聞くとめっちゃいい女じゃないですか。俺エヴァ全然詳しくないもんで、しんちゃんの話聞いとるとエヴァってミネフジコみたいやね、もう。まあよく言えば本当にそうだと思うよ。歯であれだけアニメ版エヴァをぶち破ってくれた上に、すげえ熱い予告編までやってくれたんで、僕は Q にめっちゃ期待してたんすよ。アニメ版からは完全に外れたニューエヴァの姿がいよいよ全貌を表してくれると思ったのに、蓋開けてみたらむしろ謎が深まるばかりでしたもんね。ぶっちゃけ俺は映画館でそろそろエヴァも卒業かなって思ったんすけど、やっぱり捨てきれないんすよ。エヴァの最後が見たいんすよ。デレ強力なんやね、エヴァの呪縛って。マジで呪いみたいになっとるやん。確かに、アスカさんもだいぶ雰囲気変わっちゃってましたけど、やっぱりアスカさんがどういう顛末をたどるかを見るまでは、エヴァ見続けちゃうんすよね。ただ、これだけは今回はっきり思いました。おうおうおう。公開延期になっちゃった新エヴァンゲリオン劇場版も、全く話が進まないようなら、さすがに20年くらい続いた僕の呪縛も解けちゃいそうですってところで、じゃ、お疲れっす。